よし。見て、こっちにも道があるわ。どこに繋がってるのかわかんないけど、とにかく進んでみるしかないわね。レベッカ、お前は戦わなくていいからな。安心して、あなたは私たちが守るわ。その姿、剣闘士なんだよね。あなたは戦うのが好きなの？違うよ。でも戦ってでも手に入れたいものがあったんだ。手に入れたいもの？私、兵隊さんともう一度暮らしたかったんだ。そのためにはどうしてもメラメラの実が必要だったの。そう。ねえ、その兵隊さんって？兵隊さんは私を育ててくれた人。それに忘れてたんだけど。じゃあ、あなたのお父さんも？うん。ドフラミンゴの手下の力で、この国の多くの人は大事な人を忘れていたから。ひどいことするわね。私はドフラミンゴってやつ嫌い。同じだね。私もよ。ね、いないわ。そう。ごめんなさい。なんだか悪いこと聞いちゃったみたい。ううん、大丈夫よ。私にはアディオがいるもの。そう。大切な人がいるんだね。大切な人。結局こっちの道にも危ねえ連中がいんのかよ。いっちゃやってやるか。私が相手をしましょう。
ジェットフォース、ゴムゴムの手をバズるか。よほほほほ、ではお相手いたしましょう。やっと俺の出番か。ディアブルジャンブ、ポアルアフレールスペクトル。くっそー、これだ。竜装剣、竜の息吹。なんだ俺たちには。にし力が戻ってきました。かかってきやがる。準備はできてるぞ。アームポイント、どうすっかな。ゴムゴムのピストル。お前たちの相手は俺だ。覚悟はいい？ライオンラット！さて、行くわよ。よし！俺様に任せる！よっ！うっさー！俺たちには…にし俺は…見て、誰かが道を塞いでいる。嘘をつくまでもねえ。くそ、トナカイだから。チョッパー、さあ喧嘩だ。ヤッフォース、ゴムゴムの手をバズるか。さてと、今がチャンスだ。ウェザーエッグ、生まれておいで雷ちゃん。サンダーブリード、変身。ただば
俺は勇敢なる海の戦士マリモの奴には負けねえ。よーし、レベッカ様、よかった、ご無事だったのですね。なんだ、レベッカの知り合いか。ううん、初めて見る人よ。ええ、おそらくレベッカ様は私をご存じないかと。私はレベッカ様のおじい様に仕えていた元兵士、陰ながらレベッカ様をお守りしようと剣闘士になったのですが、一度もお会いすることなくおもちゃにされてしまっておりました。そう、大変だったんだね。やっとこの姿に戻れましたので、レベッカ様をお守りすべくコロシアム周辺を探しておりました。しかし情けない、こんな事態になるまで私は何もできなかったのです。違うよ、あなたが悪いわけじゃない。そうだぜ、悪いのは全部ドフラミンゴじゃねえか。はい、まさに。かつて陸王様を騙し、ドレスローザを簒奪しておきながら、さらにこのような暴挙に出ようとは。あの平和だった国が今は見る影もなく、私は国を愛する者として悔しくてなりません。ええ、その気持ちは私も同じ。私だって大好きな人と平和に暮らしたかっただけなのに。大丈夫よ、二人とも。え？だってドフラミンゴはルフィがこれから倒すもの。そう。ああ、あいつは俺が必ずぶっ飛ばしてやる。だからレベッカ、心配すんな。ルフィの言う通りだ。ああ、その前にレベッカ、リフトを動かしてもらいたいんだ。ああ、そうだった。そんじゃレベッカ、そろそろ行くか。ではまた同じように進めばリフトにつけますね。行くぞ。大好きな人と平和に暮らしたいか。私も同じなのかも。あ、なんか言ったか、アリム。あ、ううん、なんでもないわ。ほら、先を急ぎましょう。ん？まあいっか。でも
あの山の下にある扉が開かねえんだ。王宮に上がるリフトならわかるけど、とにかく見てみるよ。レベッカ、このリフトの扉の開け方がわかるかしら。このリフト、王の大地と同じ。これなら開けられると思うよ。ちょっと待って。よし、待ってろ、ドフラミンゴ。何か降ってきたぞ。ありゃ人じゃねえのか。行ってみましょう。ドラゴンじゃねえか。ひどい怪我だ。動いたらダメだぞ。おとなしく言うことを聞く気はないみたいね。いけませんよ、無理をしては。俺の問題だ。邪魔すんじゃねえ。どういうことだ。13年前、俺は恩人をドフラミンゴに殺された。元ドン・キホーテファミリー最高幹部コラゾン、俺に命をくれた人だ。ドフラミンゴを倒すために俺は生きてきたんだ。さっきは油断したが、今度こそ行こう、ドフラミンゴのところに。ダメだぞルフィ、傷だらけの牢を動かすなんて危険だ。怪我人の世話は俺に任せろ。一人守るくらいわけはねえ。頼んだぞ。少し休むか。任せてちょうだい。お、腕が鳴るな。
さあ食え。任せとけ。肉食って戦いに備えるぞ。食べて力をつけるんだ。さてと、行くか。ちょっとワクワクしてきたぞ。何？やろうっての？やっと俺の出番か。待ってろ！パーティーテーブル！キックコー！任せろ！ゴムゴムのガトリング！あんたたちなんかお呼びじゃないのよ。サンダーボルトテンポ！下はこっちか。ああ、てめえの頭の中ではな。俺は化け物！強いんだ！邪魔だ！ガストソード！勘弁なさい！ちょっと…安心してくれ。覚悟しろよ。勝負だ。ホームポイント確保。エルフ。くそ。これだ。覚悟しろよ。
殺ミトドクロ爆発だ。さてと、ヒラフォース、ゴムゴムの手を爆発だ。俺、強くなった気がする。私の成長は必要な力なら。行くぞ。フランキー、褒めたってなんも出ねえぜ。よし、
な天候にご注意ください。とうとう俺を本気にさせやがったな。ウェザーエッグ生まれておいで、雷ちゃん。サンダーブリード変貌。どう？よっしゃ！よほほほほほ！街の原型すらとどめてねえな。
な。宝箱を開けたらすぐ引き返すわよ。トラオさん、あれから気絶したままですね。そういえば、恩人を殺されたって話していたけど。ドフラミンゴは非常な男だ。奴はその仲間に命を奪われた人間は数知れない。ここ、ずいぶんジメジメしてるわね。あ、大丈夫？滑るから気をつけて。うん、ありがとう。このキャプテンウソップに不可能。今なら納得。目指すは力だ。
よし。ね、こんな風に鉄を簡単に切るなんて。そうか、剣士ならこのぐらい珍しくねえと思うかな。ここウーシーと一緒に来たとこに似てんな。ウーシー？ あ、うちのウーシーだ。やっぱりルフィは面白いな。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。みんなで力を合わせるんだ。覚悟、エルフ！死ぬ！覚悟しろよ！やっと俺の出番か。一刀流よし！どうすっかな。ギアセカンド、ゴムゴムのレッドホーク全員吹いてる。みんな、そろそろ外に出るわよ。あそこにいるのって。野郎だ、いきなり寝始めやがった。おいおい、こっちは賞金首が自分から来やがったぞ。すべて切り刻んでやる。なんだこいつ。おお、キャベツじゃねえか。待てルフィ、こいつの殺気普通じゃねえぞ。残らず切り殺す。切り裂いて、切り刻んで、切り落としてやる。あ、あいつ急に黙ってどうしたんだ。ウソップ、油断しちゃダメよ。彼とんでもないスピードの持ち主だから、下手すると一瞬で首と胴が離れて死ぬことになるわ。俺の爪は竜の爪。恐れないならかかってこい。ぶっ飛ばしてやる。
ないでね。こう見えてウェザーエッグ生まれておいで、雷ちゃん。サンダーブリード剣も。いつでもいいぞ。双剣龍の勇気。やってやろうぜ。スーパーやるぞ。準備 OK。 龍双剣龍の勇気。敵も味方も関係なしの人斬りに変わるとはな。斬撃の速度はなかなか厄介だった。俺強くなった気がする。やったー。必要な力ならこの力み。麦わら、そしてトラハルガロー。何しやがる。僕の人気を返せ、最悪の世代。何すんだ。こいつは俺の仲間になったんだ。なってねえよ。あ、気がついたか、トラオ。ドフラミンゴをぶっ飛ばしに行くぞ。なに。それは僕の役目だ。ドフラミンゴを討ち取り、さらなる人気を得るんだ。なんだ人気って。考えてみろ。ドフラミンゴほどの凶悪な海賊を倒せば、新聞社が放っておかない。朝から連日取材が殺到。こんにちは、スーパースター。あ、待ちたまえ。ドフラミンゴは僕に任せるんだ。いや、せめて僕も連れて行け。